ターン僕がメインターンなんで、はい、俺メインやったような気するんやけど気のせいか。いやメインターン僕です、メインターン僕です。えただメインでじゃあメイン3人当てあったってこと。俺絶対はい来る。お、いい役聞いたね。目かゆ。ないないぼーないないぼー。このボタンを逮捕されてる逮捕されてる反省の意をそういうことだるま脱いでんの初めて見たあとはもうこのボタンでみそぎということにありがとうございます。あれ7個はボタンいかへんかったん。いやちょっとよカモンカモンってなってもうメインがいいな。メイン脇お願いします。ええやん。それ。今回構造がえぐいと。うん。置いとこう。おい。ミス。おい。今もボタン向かってたけど、いや全然気配もなかった。いや違う違う違う、ほんまにもうドアを開けた。ちょっとタスクもちゃんとやってくださいね。タスクもやります、ごめんなさい。なんで俺になってるやつ。みんなで決めたことやって。はいはいはい。これはね。パークボタン。え？うん。おい。あ、俺はラウンジにいます。あ、はい。え、ラウンジ？はい。どういうルートで？アーカイブダウンロード終わった後、ラウンジの配線タスクをやり、左から2番目のトイレのキュッポンキュッポンやってます。あ、トイレでニアミスするパターンですね。私貨物脇で貨物のタスクを終わらした後に。ラウンジ抜けてる最中に停電になってアーカイブに入って本タスクやってる最中に停電が治る。え、その辺にいるんですか藤宮は。いや見てない。これレポート、レポートですか。んボタンですよ。違うボタン、はい、あボタンか。定期ってどうやってボタンいってるこれ。ヌンです。あー OK です。ちなみにアルガミ、アルガミネロブリでしたっけ。アルガミネロじゃない？ネロ3人だったっけ、うん、そうだね。いや、4人だったはず。じゃあキッチンには湧いてないです。うん。俺基本的に左にいました今回は。アーカイブが梅プって誰だったっけ？ 2 人くらい湧いたけど。アーカイブ分けだったか僕。アーカイブなんか緑っぽい人だった気がする。奈良子さんじゃなくて？奈良子さんですか？あれ？はい。アーカイブ。アーカイブ、ああじゃあなるほど。いやいや、じゃあ僕じゃない、メインターン、僕がメインターンなんで、はい、え、メインターンや、あれ俺メインやったような気するんけど気のせいか。いやメインターン僕です、メインターン僕です。じゃあエンジンかな俺、エンジンからメインかもしれん。タンタンのアーカイブ埋めなな、左はなさそうだなと思いますけどね。4人湧いて俺だけか。でも上行ったのって俺エンジン脇で宿舎金庫、金庫タスクは宿舎出たとこで、左宿舎左しか扉開いてないです。多分アルマ君は石油方面行ったのかな。そう、石油歴メインなんですけど、うん、メケンさんがなんかメインの通路で足踏み停電中にしてたからめちゃめちゃ怪しいです。あ、違う、それ、ね、違うぞ、引っかかったのそれ、真ん中のメインで藤宮君湧いてるぞ。え？ん？え？タンじゃないんですか。というのはメインから僕即エレキン行った時多分見た藤宮君ってポテさんじゃないかな。どっち行ったんですか。え、それさっきのターンでしょ。え？いや、一旦目は違う。一旦目は違う。一旦目は違う。うん、違う。一旦目は。あ、じゃあ、二旦目は。二旦ある。え、このターンは僕、エレキ行ってない。今のターン、
いや、プテさん、僕がエレキ行ってる。どっち出すか どっち出すかその藤宮は。僕がメインに巻いてエレキ行ってて、その時はまだ二人とも動いてなかった。ああ、じゃあ結局分からずってこと。ただ、メインで。じゃあメイン3人だったってこと？俺絶対、うん、あれなんだこれ。とりあえずこれで、とりあえずこれでなんとかなるかな。気づいてもらえただろうか、見えただろうか。長長このターン。あ、1対2、はい、エレキの9か6。え、あ、9じゃない、8、え、 8か6。8か6って、あ、5で光ったってこと。え、あ、8か4、ごめん、8か 4、 8か4、降りたら光った。あ、はいはい。停電明けにバイタルをエレキからハイブリさんと一緒に抜けてみて、うん、停電明けにはすでに死んでます。死んでた、うん、ハイブリさんは無理だと思います。停電明け死んでた。停電直したって梅健さん、僕です。僕、あ、ゼロちゃんじゃないんだ。右で、いや僕じゃないです。ちょっとアルモも白っす、白昇降機右で停電明けに見合ってるんで、停電明け死んでたんだったら絶対間に合わないですね、うん、あ、ガミさんってどのルートで来られました、エレキまで。キッチン脇で石油ですね。プテアスさんとは行ってます。で、石油でテープタスクやって、エレキで、ぐるぐる勝ちまでハイブさんと一緒ですかね。勝ちからは一緒。少なくとも七子さん、停電前は生きてます。停電明け、停電になる直後だな。なる直後ぐらいにシャワーからメインに行ってる。では、僕が今最終、エンジン左です。え、タスク何？エンジン左？何してた、プテ君。メインホールでハイブリさん真ん中で僕見ましたよね。そう、うん、メインホール真ん中から見て、宿舎でダウンロードしてエンジン左行ってます。え、なんかね、ちょっと待ってね。これさ、奈良子のターンじゃなくて藤宮のターンの一回話したいことがあってさ、はい、はい、俺メインで今のターン湧いて扉の開閉見たらシャワーメイン館だけ開いてて、でアーカイブはラウンジアーカイブ館しか開いてなくったので、合ってます、合ってます。これって移動ってさ、その周辺って何人かの出入りがあったはずなんだけど、あ、これってなんでこんな開き方になってるの？分かんないです。アーカイブ、僕ちょっと説明してもいいですか？前回のターンってあれだよね、はい、僕がボタン押したターンでも出しでしょ？そう、ヌーンで左行ってるわけでしょ、アーカイブで、そう、アーカイブから本タスクをしていて、ナナコさんダウンロード確かにいました。で、本タスクして、停電早く、結構早めに直ったと思うんですけど、停電になったタイミングで僕は扉を開けて、左行って、はいはい、で、直ったんでそのままヌーンのってボタンですけど、はいはい。多分ね、メインシャワーは梅健さんが来てると思います。僕が開けてエレキに降りるときに、アルマくんとすれ違って、アルマくんがその後、どっちシャワーの方かな。いや、女性行ってます。藤宮は開けたわけじゃない。藤宮、仮にメインだったとしても、どっち行ってるのって話になりません？めちゃくちゃプテさん怪しいです。プテ君が結構。いつの容疑で怪しい？あ、もう今です。ちなみに、俺は今のこのターン。プテに入れてます。ほー、頑張れこのままもう1キル取ってくれ、僕を釣ってくれ、このまま行け、もうちょっと頑張って、もうちょっと頑張って、アップロードしなきゃ。向かおうか。どうだ？アルピーかコミソも直してんで無理です。ガミハイブリ高田できないはず。ガミハイブリ高田。ちょっと待ってね。俺最後、はい、とりあえず配線開けちゃったからあれだけど。一応あ、大丈夫。俺とハイブリがガミさん見てるんで、俺の陣が弱ない限りはガミさん絶対やってない。あ、じゃあガミハイブリ高田できない。ちょっとさっきの話したいですね。僕が梅健さん、誰に詰められたの僕。ハイブリ梅剣的には多分
ちょっと俺は、うん、タスクが少ないというか距離的に短いと思ってる。いろいろハイブリさんとメインゴミ箱の部屋から出てきたハイブリさんいて、うん、その後に僕がメイン左の扉を開け、ダウンロードをして、うん、エンジン左の配線のところまで行けてますけど、で、うんまあ、一応俺の言うと言うと、ごめん先言って言うね、メインで降りてエレキのあのぐるっと回ったとこでアスタリスクやった後にバイタルチェックして貨物の扉開けて俺配線前まで行ってんのよ貨物の、うん、だから結構俺は動けてる認識があるから、ダウンロードで10秒ぐらいかかるとしても短いと思ってる。梅家のハイブリさんとプテがすれ違ったその時系列ですか。俺もメインの左側行くときにハイブリさんと俺がすれ違ってる気がする。ゴミ箱の部屋から出てきましたね、ハイブリさんって、ね、出てきた、そうっすよね、それは。そっからプテがエンジン左までしか行ってないってこと。うん、でも僕はダウンロードしてるよ、まあ、そもそも梅家さんと位置的な対抗だよね。そう、展望でネロちゃんと一緒になって、その後僕キッチン武器庫コミュエンジンの絵の下のとこまで行ってたんで、完全に左っていうなら対抗です。その、はい、ハイブリ、まあ、ネロちゃんは知らないけどハイブリさんが僕の移動経路変って言うかなと思ったけど、ね、移動距離が少ないってことだよね。多分高田さんも同じこと思ってるかもしれないですけど、これプテハシマットの可能性。いやそうなんだよな、さっき釣りたかったんだよな。8人番目になっちゃったからもうしんどいなーっていう。早く直そうとしてる意思があったのはアルピカだと思うか、僕もピカさん絶対し来るだと思う。今回のキルで詰めるとすると死人はあります。まずいやまあもうてかそもそもプテウメネロのタクスよ、どっちにしよう今回の、うん、そうだね、まあ確かにね、まあ、こうなるとプテに入れざるを得ないけど、うん、一旦遅いなって感じかな。ちょっと怖いっすね。だとな、うん、運ゲーなんだよな、ここが9だと安定取れる。これがわかんねえんだよな。ってどってマット全然あると思うんだよな。いやなんかチケ全員に殴られてるから、むしろマットが高いと思うんだよ。そうなのよね。そう、梅健さんと対抗でお願いします。他に投票できないからな。右かボタンいきます。米さんも任せます。コミはちょっと信頼してる人に言ってほしいかも。どうかな、どうかな、誰が道連れかな。あ、これはいやアルマ道連れだね。アルマこれ、あ、ただいい感じに配置できてんじゃないこれ。あ、ただボタンにピカさんが行くかどうかでリアクターのタイミングをもうインポスターがかかってる、遅くできるか。ボタン、あ、これはネロちゃんだね。いけるかな。うん、まあリポ連打してたら、おお、ナイス。そうだよね。ナイス。ナイスだね。お見事。早いね。素晴らしい。なるほど。わかる。これが怖いからマット目じゃない方釣るっていうのはわかんのよ。それは。何が怖いから、ね。これが怖いから、ね。まとめると釣らないってなるのはわかるのよ。いや、多分これが怖いんだったら9人から釣ればいい。一旦釣りが単純に遅い。そうなんだよな。そうそうそう。わかる。それもあるよな。